はい、こんばんは、高助です。高助の部屋、ご視聴ありがとうございます。本日はですね、まあ、5月の半ばなんですけども、2018年の上半期ですね、ちょっと早いかもしれないんですけども、に追加されたリダルの譜面について、ダブルの譜面ですね、ダブル限定ですけども、について、話していきたいなと、まあ、いう感じで雑談みたいな感じになりますけども、そういった回にしたいなと思います。まあ、5月なんでちょっと上半期っていうのも早いかもしれないんですけども、毎年やってる12月ないし1月のですね、年末年始スペシャルをやりたいなと今年も思ってるんで、まあそれが11月頃から作り始めるんで、その前に上半期もやりたいなと思ったんで、まあ上半期じゃない、下半期も後半11月ぐらいにやりたいなと思ったんで、上半期を5月の、この時期にしました。まあそんなにね、2018年入ってから追加された譜面は多くないんですけども、今日は喋る感じでダラダラやっていきたいなと思います。よかったら最後までご視聴ください。はい、それではやっていきたいと思うんですけども、高助の部屋ではこのカメラワーク初めてかもしれない。固定カメラでいつもね、ここ分かるかな、この辺筐体あるんですけども、こっちカーテンをバックに撮ってます。はい、というわけでですね、まあちょっとねメモを見ながらやっていかないと覚えてないんで、やっていきたいなと思います。まず2018年入って1月ですね、1月は何も追加曲がございませんでした。せっかくね正月とかあったのに、これといった、まあ、更新すらない感じでしたね。2018年1月更新なしということで、はい。でそして2月1日になりまして、エクストラサバイバーにですね、チョコレートフィロソフィーと、ハイスクールラブが追加されました。エキストラサバイバーということで、エキストラステージでですね、ゲージを貯めて解禁させるか、もしくはエキスパートを、クリアしないと解禁しないっていう感じの譜面2曲でしたけども、その上で鬼譜面、チャレンジ譜面も追加されまして、エキスパートの後に、チャレンジ譜面をさらにやると、やってクリアする、もしくはゲージを貯めて、解禁させるということで、2曲2分、全部でダブルは、チャレンジまでで4譜面8分あハイスクールアブは劇までしかないですね、なので7譜面か、この時2月1日に追加されました。まあ、この譜面はですね、チョコレートフィロソフィーなんか珍しく低速の、まあ、移植曲、随分古い曲なのかな、ポップミュージックあたりから来たのかな、ちょっと詳しくないんでその辺は分かんないんですけども、まあまあ僕はとても好きな3拍子曲で低速曲なんですけども、緑色の矢印、あれ何部かな、24部かな、跳ねるようなスキップ譜面とかもあったりして、ダブルの渡りとしても結構綺麗な配置なんで、これは楽しいのかなと思いますし、劇譜面なんかはエキスパート譜面なんかは単純に渡るだけなので、まあ基本的な練習譜面、そんな感じなのかなと思います。で問題はこのハイスクールラブの方、まあベーシックとディフィカルトに関しては割と最近やりがちな歩くだけとか飛ぶだけの譜面だったんですけども、エキスパートがちょっと特殊で、まあ難しいっていうほどの配置ではないんですけども、ちょっと回転が必要か必要じゃないか迷う、縦連をスイッチするのか、まあその辺ジャンプも入ってたりして、なかなかね、やりごたえのある、もうこれも移植曲ですけども、これ結構楽しいんじゃないかなっていう譜面でしたね。まあ個人的にチョコレートフィロソフィーがすごい、曲も好きでね、まあ、3拍子好きなんで、はい、すごい楽しい感じでした。はい、これが2月の1日に追加された譜面です。でその2週間後ですね、2月の13日ジュエリーデイズ、ツインメモリーズ W、インビジブルレイン、もうこの辺の追加曲、いわゆる何でしたっけ、なんとかアイドル、すいません詳しくないです。正直ねアイドル曲ってあんまやらないんですけど、まあ一応ね今回喋るにあたって手をつけてみたんですけども、このツインメモリーズ W っていう曲の、エキスパートですね、これがなんかレベルが12ぐらいかなついてる割にはちょっと部分的に難しい箇所があったかなっていうぐらいで、あと他の譜面は全難易度こういわゆる最近の当たり障りない綺麗に踏める配置っていう感じで、まあ、曲のねあの好き嫌いは人によってこれはあるばらける、まあアイドル曲ですから、アイドルというか声優曲なのかな、ですからあるかもしれないですけど、譜面としては全体的に、まあ、まとまった綺麗なものだったんじゃないかなって思います。はい、そして2月はこの2回の更新のみでした。
で3月入りまして半ばにですね、これ結構大きな更新じゃないかなって思うのが、ロールプレイングゲームエイリアンエイリアン、これなんて読むんだろう、恋時雨なんて読むんですかね、すいません、読み方が分かんないです。この3曲が追加されました。これ通常追加ですね、普通に解禁作業いらない追加がされました。でそれと同時にですね、ようこそジャパリパークへ、モアワンナイトリンネ伝説のチャレンジ譜面が追加されました。でこれと同時にさらに、セブンス KC ですね、前回の、今年入ってから行われた KC のビアヒーローリーチザスカイウィザウチューが、これは無条件解禁となりました。まあ、この KC の曲に関しては KC 参加してた方、登録してた方は普通にできたと思うんで、そんなに新しさはないんですけどもね、まあ、できればチャレンジ譜面追加してほしかったなぁなんてのも思うんですけども、この譜面に関しては一応2017年の譜面ということで、説明省きます。で普通に入ったロールプレイングゲームエリアンエリアンともう一曲、これ読めないやつなんですけども、まあこれね、なんか僕あんまり曲知らなかったんですけど、ロールプレイングゲームがすごいねしっくりきたっていうか、まあ、曲がちょっと長いってのもあるんですけども、これね特にエキスパート譜面、ディフィカルト譜面もねダブル結構渡りというか、ただ走る感じのこれもまとまった譜面だったんです。エキスパート譜面がね結構14、難易度としては僕は13でもいいかなと思ったんですけども、曲が長い、この難易度を、まあ、あの曲の長さでやったら確かに14だな、まあ、シングルもやってみたんですけども、シングルよりもちょっと平たい感じ、広い感じがするんで、まあ14かなっていう感じの、まあ面白い譜面でしたね。曲がすごい良かったです。でエイリアンエイリアン、これなんか初めて聞いたんですけど、すごい癖のある曲、ディフィカルトが面白いですね。これはエキスパートはなんか普通の当たり障りない曲なんですけど、曲とか譜面なんですけど、ディフィカルト面白かったです。なんかね、あのムービーがねこう全体的に画面にあって、エイリアンエイリアンパッパっていう音鳴るじゃないですか。でフィルター僕かけてるんですけども、フィルターダーケスとか、このかかってないちょうど脇の方からパンパンって音のとこに、なんか気づいた人いると思うんですけど、こう白い人がパンパンってやってるのがね、どうも僕的に個人的にすごいツボなんですけどねあれ面白いなと思って、まあそういうムービー、たまたまムービーがそうだったんだと思うんですけども。であとエイリアンエイリアンに関してはあのノート矢印を使ってると背景が常に赤なんで、支部が見づらい、非常に見づらい、それだけがちょっとね、特にフィルター使ってない人とか薄い人はあれ大変なんじゃないかなって思います。はい、もう一曲はまあまあ当たり障りない感じでしたね。でようこそジャパリパークへ、これに関してはもうオールエア久しぶりに見たね。エアースペシャルですらあのオールエアじゃないのに、初めてか、全エアジャンプオフで譜面が一切来ないっていう譜面、ショックアローでも来るのかなと思ったら一切も来ないね、ジャンプしか来ないし、それも結構地味に距離感が難しいダブルならではの配置かなっていう感じに思いました。まあ、シングルがね、あの劇よりも鬼の方が簡単っていう珍事件が起きてる時なんですけども、ダブルは真新しいというか、まあ、やってくれましたなみたいな譜面が来て、まあ面白かったですね。今グルーブレーダーとかあったらエア上げにすごい楽しい譜面なんじゃないかなと思いますけど、半券なんでね、グルーブレーダーとかもしあったとしてもいつまで持つのか設定されるのかみたいな問題になっちゃいますよね、これは。はい、で、ワンモアナイトのチャレンジ、これね、これあのちょっとあんまりBPM が緩いんであんまり目立たないんですけど、これいい譜面ですね、これ楽しいです。はい、ちょっとねやってみてください。あんまりネタバレするとやってくれない人もいるかもしれないから、これちょっとね思い出した時にやってみてください。はい、いい譜面ですこれ。で輪廻転生、これ輪廻転生のチャレンジさ、そもそもさこの曲さものすごい長いよね。あの譜面はなんだろう、レベル16だっけ、これ16で、あのまあまあまとまった正面系譜面、シングルは時短だじゃない、縦連打、固定、フリーズ固定の縦連打があったんですけども、ダブルはスイッチでもどうにかごまかせるような、まあ、縦連打、まあ、縦連打は苦手じゃなければそうでもないんですけど、が入ってきてるんですけども、これに関してはとにかく長い、譜面数が多いで、いわゆるコピー&ペーストで左右対称が後半にも来る感じなんですけども、まあ、かといってね
手抜きではなくちゃんと要所要所譜面の曲の変わり目とかに同調子とか入ってたりして、お米ダブルで言うと一番最初の方に16フォルダの最初の方に出てくるお米を食べることのなんちゃらかんちゃらに似てるタイプなのかなって。ただそれより長いですし変則的な部分がただないので非常に、まあ、17、18とかやる人にとってはかなり曲も長くて、まあ、得する準備アップ準備運動ウォームアップ曲になるんじゃないかなっていう感じがいたしました。僕もこれ出たばっかの時チャレンジ譜面追加されたばっかの時は結構準備運動として結構同時にスコア狙うみたいな感じで楽しくやらせていただきました。はい、それが3月15日結構大幅というか曲が多くね譜面と曲が多く追加された時じゃないかなと思います。で残念なのが3月26日にですねストローブガールが削除されました。あれシングルだと14でそんな目立たなかったかもしれないですけどダブルの15の譜面結構12部のスキップとかあったりとか15としてもそうだし譜面としてもすごいいい譜面だったんで、まあ曲も僕結構好きだったんでちょっとこれ残念ですね。まあどうしても版権の都合上消えてしまうのはしょうがないんですけども、はい、まあ最後やり損ねることなくちゃんとやりましたけどもね、はい、まあ楽しかった譜面がなくなってしまうのはしょうがないんですけども、レベル15以上で譜面が消えるのは最近では珍しかったんでちょっとショックですね。はい、で3月はその2回の更新で次4月ですね。4月も結構更新がありました。というか最初に言っとくと今5月ですけど5月入ってまだ更新がないので、まあ、6月上半期のうちにまた何か更新されるかわかんないですけども、4月の26日にですね、まあ、4月終わり頃にかなり更新がありました。っていうのも曲追加がまず ER ファンクラブ、炉心誘拐の2曲で、これが通常追加でエキストラサバイバー桜リフレクション桜リフレクション移植曲ですね、と春風ブローウィンウィンドこれ新曲でボスラッシュこれちょっと僕出がわからないんですけども、まあ、追加されました。この3曲はエキストラサバイバーということでまた、先ほどと同じ解禁が必要 でこの3曲はチャレンジはありません。今のところね、エキスパートまでです。で何が大幅に更新されたっていうとここでですねリノンアドベンチャーの進行スピードが上がったよっていうのと、エンデミオンがレベル1で選べるようになりエース4エースがレベル2で選べるようになった。そしてワンモアエキストラステージはなくなりました。まあ、ここで演出も若干変わったっていうのもありますけどもなんかボーンってエキストラステージ出るようになりました。でもこれちょっと大きいなっていうことで、あとヒートゲージがレベル7なんでエンデミオンではいいいえって出てたのがなくなって消費がされなくなったんでまあその日7クレ以上やっていれば、プレミアムモードでしたら、フェールドしなければほぼほぼ毎回エキストラステージに行けるような8クレ目からは行けるようになったっていう、まあここが多分僕としては一番大きいんですね。エンデミオンやりたいけどもやるとゲージなくなっちゃうしなみたいな、まあ、7クレ以上やる人とかであれば8クレ以上かやる人であれば8クレ目からは、まあリスキーとかかけたりとかすごい難しいフェールドする曲とか選ばない限りはずっとエキストラに行けるっていう状態になりましたんでこれ結構おいしいというか大きな更新じゃないかなって思います。でここで追加された ER ファンクラブ ER ファンクラブなんか僕サビしか曲知らなかったんですけどもやってみたら結構いい曲でまたちょっと曲長めなんですけどもねこれディヒカルトが僕的には楽しかったですね。はい、エキスパートもまあ当たり障りない楽しい人には楽しいしもう慣れてる人にはなんかいつものかみたいな感じの譜面でしたね。炉心誘拐これ影薄いね。なんかバナーの色も薄いしねすごい影薄いけどまあでもリズムが8部の裏拍ってほどでもないんですけど裏拍切りみたいなタンタタタンタッタッタみたいなのが結構多かったんでスコアを狙う上ではエキスパートは楽しいかもしれないですね。まあディヒカルトは逆に単純なダブル始めたての人にちょっとやってもらいたいなみたいな譜面してました。でまあ、エンデミオンと S4S はいいか2017年の譜面で S4S はエンデミオンのチャレンジの AA クリア者が一人も出てない、まあ、当たり前なような気もしますけども状態だったので
あのエキスパートが初めて、出た、まあクリアしてる人はたくさんいると思うんですけども、初めて出た感じになりました今回。はい、あのまあ年末年始かな、年始にちょっと解析動画みたいなのが上がって話題にはなりましたけども、実際ちゃんと、人目につくというかね、公式として出されたのが今回初めてなので、はい、レベル2から出現ですね。まあ、あの SOS に至ってはまあもう去年の段階で分かってたかもしれないんですけども、難易度ごとに BPM 変化停止が違うっていうことで、まあ、ディヒカルとこれは結構エキスパートで前回のゲージ、エンデミオン、ヒートゲージ使った時のエンデミオンの後に出てましたけども、まあ、クリアもされてる方も結構、まあ、僕もクリアしましたけども、あのエキスパートに関しては BPM の自我というか一番速いとこ、ぶっ飛ぶとこ以外の一番速い、いわゆる BPM 倍速を合わせるところが400だったんで、まあ 1.25 倍か 1.5、 まあ下手したら 0.75 でやる人もいるんじゃないかみたいな感じで、ディヒカルトの時はまあ半分の200だったんで全然倍速が変わってきて、BPM 変化停止も全然違う。でこの譜面に関して言わせていただければ、ちょっと僕の個人的な感想は残念。あのシングルもやったんですけど、シングルはまだ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 いいかなっていう感じなんですけども、まあ正直あの酷評したいわけじゃないんですけども、あの多分エンデミオンのチャレンジをエキストラでダブル A 出すような人がもし現れた場合に PFC を取らせないための譜面にしてきたんでしょうね。ということもあって、よくわからないリズムが多いです。400の BPM で流れてるのに離れ譜面というか、間が大体青から始まる3連があったりとかしたりするんで、まああと BPM400 地帯に離れた黄色が入ってるとかそういうことがありますんで、これはちょっとあの PSC を狙うことを前提にやれば楽しいんだろうけども、何気なく楽しく踏むにはちょっと癖があるかなっていう感じですね。はい、で、エキストラサバイバー、まあ、つい最近な気もするんですよ、追加された3曲まだ解禁されてない方もいるんじゃないかなと思うんですけども、まず桜リフレクション、リフレクション、イズライ、これに関しては全体的にいい譜面ですね。3譜面、ベーシックディヒカルトエキスパート、まあ移植譜曲、まあいわゆる桜シリーズですよね。あのいろいろ DDR にも移植したり DDR からも入ったりもしてますけども、桜シリーズの譜面そのまんま近いですね。一番近いのは何だろうな、あの同時押しがそんなに難しくないし渡りがあるんで、ただこれレベル15ってついてるにしてはちょっと弱い、まあ15を始めた人には向いてる、これから14終わって15行こうって人にはすごい向いてるっていうのもですね、まあ、譜面としてはそこそこややこしい真ん中の8分渡りがあるんですけども、レベル15かって言われるとこれは X スペシャルがあるだろうってなっちゃうんですよ。 X スペシャルってまあ、レベル14にいっぱいあるんですけども、まあ、例えばパラノイア、エボリューションとか、リバースの X スペシャルなんかは非常に真ん中でひねる、渡りも難しいし飛ばしの配置もあります。あとヒーリングビジョン X スペシャルに関しては14の中でもかなり難しい。でアフロノバ X スペシャルもそうですね。でどちらかというとヒーリングビジョンの X スペシャルみたいな配置 に比べてしまえば弱い、桜リフレクションは弱い。ただ16部が後半ちょっと入ってくるのと曲がちょっと長めっていうので、まあ15弱みたいな、まあすでに MSC も出されてる、全国1が出されてる譜面でもありますし、まあちょっと弱い、まあただ譜面としては悪くないですけどね。ちなみに僕のおすすめはこれはミラーをかける、ターンオプションミラーをかける、右利きであればですけど、あの最後の16部入ってくる連打が全て右指導になります。ミラーはそして、8部の難しい渡りが下軸になるんで非常に、右利きであればミラーが楽かなっていう感じの譜面ですね。これチャレンジエキスパートか、エキスパート15に関してはで、ディヒカルトに関しては、どうだ、桜ストームの激あたりの譜面パターンに似てるのかなっていう感じで、あの無理のないただ速い、あの 力のいる8部譜面みたいな感じでしたね。はい、あとは春風ブローウィンド、ブローインウィンド、言いづらいですね、これタグさんの曲ですけど、僕個人的に曲は好きですけども、まあ譜面も綺麗なダブル配置、
で光ると綺麗にまとまってますし、エキスパートもまあ来たとこ来た通り踏めば、で難しいのがエキスパートのスキップのような渡り、コンフェッションのチャレンジとかに似てるタンタランタランタランっていうのをやりながら渡っていく譜面、これちょっと慣れてないと難しい。ただスイッチするっていう手とかもあったりして、まあ遊び心は結構あるタグさんらしい譜面かな。あとタンタカタンタカタンっていうちょっと離れた配置もあるんですけども、あれに関しては、レベル15にあるディスティネーションソタさんの曲ですねに入ってるような配置なんで、まあ14にしてはちょっと癖がある。あと BPM 変化ですね、 BPM 変化で、離れ16部12部が入ってくるんで、まあそこはまあそれがあってやっと14かなっていうところもあるんですけども、まあまあまあリズム曲を知っていれば楽しい。エキストラだからね、あのちょっと苦戦するかもしれないですけど、一回出してしまって連続であの練習できる状態になれば、これぐらいの BPM 変化だったらまだ楽しい部類かな。でまあ BPM 変化終わるところもシングルに比べたらダブルの方が分かりやすいんで、そんな感じですかね。あとボスラッシュ、これ今回追加された曲、まあ、どっから来たのか知りませんけども、ベーシックはまあ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 ちょっと難しいかなぐらいなもん でエキスパートに関してはこれは、なんだろう、レベルとしては I'm so happy とかはそんな変わらないかな、まあ、16なんで、ただちょっとね低速が非常に長い、まあ、低速が長くて難しいっていうよりもちょっと同時押しと真ん中の絡みが低速中にあるのが新しい配置してますね。でエキスパートでその新しい目のちょっと開くような配置が入ってきたのに加えて、ディヒカルトが問題です。これ14なんですけど、14でもかなり強いです。これ16でも結構疲れるタイプで、まあ、難しい方ではないんですけど、エキスパートはそうなんですけど、ディヒカルトがこれちょっとまた出てきたなっていう、14、ああ14かみたいな、なんだろう、ベガとかに続く14かみたいなのが、あのベガとか何でしたっけ、あのトリックオアトリートでしたっけ、なんかトリックエレクトリックオアトリートでしたっけに、まあ、そこまで強くはないけどもそこに続くんじゃないかみたいな、ディヒカルトだぞみたいな14が出てきましたね。この14に関しては低速が非常に厄介というか、今までの DDR にないタイプ、非常に面白いです。僕もプレイ動画一回上げてみたんですけども、ちょっと面白かったんでね、はい、やってみました。これに関してはちょっとダブルのなんだろう、タイプとしては DDR の譜面としては新しいかな、家庭用にあるような譜面に近いかもしれない。家庭用の昔の譜面っていうのは、家庭用限定で出てた譜面とかっていうのはちょっとコントローラーの都合上なのか分かりませんけど、急に上に飛んだりとか同時押しが広かったりとかする部分があるんで、そういった譜面にちょっと近いのかもしれません。で曲もちょっと長いですし、14としてはかなり強い、まあ、今年一番面白いところをついてきたんじゃないかなっていう気がします。ボスラッシュのディヒカルトに関しては、はい、そんな感じですね。で4月26日の更新はこんな感じでした。で5月はさっき言った通り更新がないんですけども、まあ、出来事としてはね、あのいろいろウィキとか見たりして調べたらオーストラリアで稼働したっていうのを見ましたね、まあ、海外の出来事であれば去年末とかにあの日本ではできないオフライン対応にしたアメリカかなとかいう更新もあったりしたりして、まあ、海外が最近 DDR が盛んなってきたんでいろんな出来事が起きてますけども、まあ、今年上半期の出来事として新、まあ、今日はね新曲の譜面 の雑談だったんですけども、 KC もありましたし個人で、開かれてる大会もいっぱいありました。まあそんなわけでですね、まあ、海外が特に入ってきたのは大きいと思うんですけども、また DDR がねいろいろ盛んになってきたんじゃないかなって思います。はい、でね、まあ、全体的に見てもヨーロッパの稼働もあったみたいですし、まあいろいろありましたね。まああのアジア内だったら結構昔からちょいちょいやってましたけど、アメリカに出て以降韓国がなかなかアジアの中でも遅れてたんですけど、韓国がで2013かな出て以降アメリカに出たり、オーストラリアヨーロッパに出始めたんで、まあ、アメリカのブームがやっぱりでかいと思うんで大きいと思うんですけども、まあね、これからまた盛り上がっていただけたらなって思います。まあ僕もね、そういうのに、何かしらの形で加えたら嬉しいなと思ってね、こうやって動画を上げてるわけですけれども、はい、そんな感じでございます。
まあ結構ダブルイーフメン出たんでやってみてください。で2018年の下半期、これからいろんな曲出たりイベント、また KC の予選とか始まるかもしれないので、そういうのに期待したいなということで、今回高助の部屋、初めてねこうブルーバックって言ったらいいのかな、ただのカーテンなんだけどのみたいな感じで話させていただきました。どうもご視聴ありがとうございました。次回また何やるか分かりませんけども、ご視聴いただけたら嬉しい限りです。何かコメントがあればブログの方下にリンクありますんでお願いします。で高評価ボタンとかもね押していただけると、チャンネル登録もしていただければ嬉しい限りでございます。今後も、良き動画を上げていきたいと思いますんで、ステージエキストラの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。